アメリカ合衆国ワシントン州シアトルのガスワークパークに保存されている石炭ガスの生産工場ガス工場は都市ガスの製造と供給を行う工場である古くは石炭を貫流して石炭ガスを生産する工場であったが都市ガスの天然ガスへの転換以降は天然ガスの供給拠点としての役割を果たすようになっている石炭から製造したガスを利用する技術に関わった 人物は多いが、ガス事業の始祖とみなされることが多いのは、イギリスの機械技術者であったウィリアム・マードックである。彼は1792年に、コーンウォールの自宅に蒸留機を設置して、石炭ガスを製造し、金属管で家の中に導いて、そこで燃やすことにより、家の照明に利用した。この他に、1785年に、キュールーバン大学において、 教室の照明にガスを利用したオランダのジャンミン・ケラーや1791年に木材還流によりガスを得て実用化したフランスのフィリップ・ルボンラがガス実用化の葬式の人物として挙げられる。その後、19世紀初めのロンドンとパリにおいて都市ガス事業を開始したフレデリック・アルバート・ウィンザーの働きにより都市ガスの利用が普及していくようになった。 ロンドンでは1814年から1820年頃には、鉄管で各家庭にガスを配給して利用する事業が普及し、やがて照明だけではなく、調理や暖房目的でもガスが利用されるようになった。都市ガスの製造には、当初は水平式レトルトが用いられた。耐火レンガで作られた円筒型、またはかまぼこ型の炉を水平に配置し、 石炭を投入して周囲から1000から1200度前後で加熱して石炭ガスを得て最後にコークスが残る。当初は石炭の総入りとコークスの取り出しを同じ口から行う有定式であったが、後に効率向上のために総入り口と取り出し口を別にした貫通式が一般的となった。その後、ガスを作るだけではなく、 製鉄や鋳造など工業で利用するコークスの製造も考慮したコークス炉あるいは質式炉と呼ぶ設備が普及した。これは炭化質と燃焼質が交互に配置された構造になっており製造能率が高くなった。またコークスを熱し空気と水蒸気を作用させている水性ガスやこれに重油を噴射して熱分解させて出る炭化水素により熱量を補う。 増熱水性ガスといったものも利用された。第二次世界大戦後石油の価格が低下すると、石油を原料にガスを製造することが広がり、加熱により熱分解油ガスを得るもの、触媒を用いて分解して、接触分解油ガスを得るものなども用いられるようになった。これは、コークスロでは、通年稼働が前提となるため、ガスの需要の波動に対応することが難しかったことが、理由としてあり、 ガス製造単価の安いコークスローベースロード用、建設費が安い油ガス発生装置をピークロード用に使い分けることになった。天然ガスは19世紀後半にはロシア帝国やアメリカ合衆国で都市ガスに利用した実績があったが低温技術が進歩したことによりマイナス160度に冷却することで液化して輸送することが可能となった。 液化天然ガスの海上輸送は1964年にアルジェリアからイギリスへ向けて行われたのが最初であった。天然ガスは液化の際に硫黄などの不純物が完全に除去されることからクリーンであり、液化すると機体の時の約600分の1の体積になることから輸送や貯蔵をしやすく温めるだけで気化できることから製造設備を簡略化できるという利点がある。 さらに、同じ体積あたりの熱量が約2.4倍となることから、ガス配管などの能力が向上することになり、設備投資が少なくて済むという利点もある。天然ガス転換後のガス工場は、輸入した LNG を貯蔵し、海水を利用した気化器を通して気化して、不臭などを行って送り出す設備となっている。ありがとうございます。